やほみなさんこんにちは、なかりんすでーす。みなさん、私も大至急今用意してるんです。いつもこの動画が始まるときは大至急なんですけども、ちょっと私は今日はですね、なんとですね、私インコリアの方にレイちゃんとナスちゃんとちょっとどんぶらこどんぶらこと海を渡り行きたいと思うんですけども、まさかのですね、レイちゃんが今電話に出ないんですね。まさかの寝坊なんでしょうか。レイちゃん起きて。トカゲくんおはようございます。ちょっと今日ママ行ってくるんだけど、今からごめんね。お留守番よろしくお願いします。ということで行きます。トカヤくん行ってきます。キツネさんも行ってきます。本当にありがとうございます。さようなら。行ってきます。あ、嘘、このブーツ履こうと思ったら値札ついてた。ねえ、最悪、値札ついてるじゃん。もうレイちゃんが来た。レイちゃん大丈夫？ごめん、全然大丈夫なんだけど、ダウン着なかったの？おはようございます。寝るつもりなかったんだけど、ちょっと待ってる間にさ。わかるよ、目つぶってる。ナスちゃんが今来ました。すんごいトトロみたいなのかぶってますけど、はい、おはようございます。恐ろしい、恐ろしい。着いた。ありがとうございます。トトロのナスちゃんです。おはようございます。トトロ同士じゃん。ねえ、寒そうじゃない？だって腹出てるもん。行ってきます。今ラウンジに来ました。私はこちらのおにぎりを2つとお稲荷さんと、とてもお稲荷さんに見えるクロワッサンをここに置いております。そしてフルーツですね。そしてオレンジジュースです。レイちゃんはすごいジャンキーなんですから。こちらのお稲荷さんとお稲荷さんに見えるクロワッサンとグラタンになります。ナスちゃんは限定のチョコレートパンと、チョコレートパンに見えるお稲荷さんと朝活牛丼です。初めてのですね、私ピンクの髪の毛はスーツラウンジっていうね、ファーストクラスの人が来るラウンジに来ております。いただきます。 Thank you for your cooperation. Thank you. New jeans. Hello. Hi. New jeans. ねえ、またトラブル。 eSIM っていうやつが使えなくて、 SIM カードをね変えようと思ってね、やってたらね、お姉さんがさ、私の携帯をさずっと触ってたの。そしたらさ、見て、韓国語になっちゃった。見て、韓国語にされちゃった。あの、お迎えのハイヤーが来たので乗ります。ナスちゃんが予約してくれます。ちょっと左ハンドルかね。あ、私も今気づいた。マジでまたテトリスで。ありがとうございます。ということで、今からホテルに向かいますよ。ここはどこ？ハンガンですよね。ハンガンです。このお二方ね、東京の免税店で買い物されてるんですね。なかりんささん、本領発揮してなかったですけども、ま、大丈夫そうですか？私が意外と買ってないっていうね。意外と待たせちゃうっていう。そう、私待ってたよね。出だしがちょっと、私まだ調子悪いけど大丈夫かなと思って。街になってきましたけども、至る所に韓国のアイドルの人の写真があります。日本ってあんまないよね。私貼り付けてくれてもいいのにね。レイちゃん、ね、うちの家には浜崎あゆみ先生が貼り付けてる。そう、貼り付けて貼り付けてありますから。え、ナスちゃんさ、貼り付けたりしてた？ポスター天井に貼り付けた。一緒、あゆと一緒に寝てた。私も。え、誰を？週替わり。週替わり。すごい、韓国だよ。
絶対わからないんだけど、ハングル大丈夫かな私。私たちはグランドハイアットソウルに泊まります。まだお部屋の準備ができてないので、私たちはソウルを探索したいと思います。イエーイ。どこ行こうか、まず何も決めてないから。でもハンナムエリアが近いから、ハンナム。じゃあナスちゃんお願いします。アンテナ張り巡らせて、私たちアンテナを行くぞ。全くさ、韓国っぽくないじゃん、これ。六本木ヒルズみたいな感じじゃん、バック。確かに六本木ヒルズじゃんこれ。ちょっと寒いんだけど。やっぱりこのブーツ履いてきてよかったかもしれないね。わかる、寒いんだけど。レイちゃんもこれが履きたかったから、私無理やりこれをさ履かせられたわけ。私も見て、なんかさ、こういう坂道とかさ、マジ韓国っぽいよね。マジで韓国のさ、ホラー映画とかこういうとこ出てくるもん。パラサイトみたいな。そう半地下にさ、恐ろしい全部半地下があるんでしょこれ。あ、ほら半地下、半地下、ここ半地下じゃん完全に。半地下、これ半地下じゃん、これ完全に。いっぱいある半地下が。ほら、パラサイトじゃん。高級住宅街、ほら、高級住宅街。全部パラサイトに見える。楽しい。ご飯もいいけどさ、プリクラもある。やばい、プリクラあるじゃん。すごい、プリクラあるじゃん。なんか、竹下通り？ほら、見てください。可愛いです。可愛い。可愛い。ほら、すごい可愛い、みんな。あ、モテ。おシャネル先生の授業参観？ほら、これで行ったらどうよ。すごい授業参観、うん、こうやって何日本で言う何おしゃれな外観な、さすがナス先生ですね。ナス先生、これ何、ここなんだろうね。アクセサリー、アクセサリーじゃない。見てみ、かわいいじゃんアクセサリー。ちょっとモテかもしれない。買ってるよね。でもあなたもじゃん。やばいね、またかさばるものを買ってるわけよ。だから言ったじゃん、かさばれ方。ちょっともうお腹が空きすぎて。頑張ろうね。しかもここは坂が多いね。うん、もう結構きつい。今からちょっとだけカフェに行こうと思います。美味しかったです。美味しかった。いっぱい食べて、いっぱいトッピングをして、歯にめっちゃ詰まっています。笑えない。笑え、ということで、今からコスメがいっぱい売ってるところに行って、あまり化粧をしないこの中姉妹がコスメを爆買いします。爆買いします。味方がいるので、プロの味方が。だからこれがいいよっていうことを教えてもらいます。いっぱい買わせます。はい、お願いします。お願いします。いや、本当に暑いダウン着なくてもうそればっかり思うわ。ちょっとナスちゃんに買わされたんだけど、これ何、何が出るかな、何が出るかな。テレレレンテンテレレレン。怪しいじゃんこの玉。あ、え、わけわかんない。何、え、いた何これ、ハチマキ、かわいいじゃん。何そっちは。あ、ぼちゃっこじゃん。あ、ぼちゃっこ、あ、かわいい。かわいい。はい、こういうのをいっぱい集めよう。はい、こういう感じです。寄り道が多い、多い、たどり着かないんだから。見て、とっても可愛いものを買ったの。私がずっと欲しかったこちらでございます。やばくない、これレイちゃんが見つけてくれたもん。ビリーのね、香水がね、日本だとバイマとかかな、買えるんだったね。どういう匂いかっていうのがさ、嗅げなかったから。嗅げたの、すごくいい匂いだったわよ、こちら。可愛い。ということで、こちらを買って、あとはこちらの可愛い子ちゃんを買ったの。そう、めっちゃ可愛かったね。すごく可愛かった。これはちょっとまた後ほど、ね、また後ほどっていう感じでですね。もうすごいんだから。帯また帯また帯だよ。今日の夜ご飯に来ました。ナスちゃんのおすすめのところでございます。お肉ですよ。普通に牛タンの、このさ、本格的なキムチを食べたい。あとユッケ、ずっとね、TikTok でね、見まくり上げてたんですよ、先ほど。ずっと生肉食いたいですね。これは何？え、待って、小豆とかぼちゃ。何これ、ウケるスイーツじゃん、ね、こちらが噂の5000円の肉です。すごいさ、こう2つ通してきてて。めっちゃ小さい。そんな通用に見えたかな。ねえ、見えたかな。すごい、もうさ、どんどん焼かれてる。500円するよこれ。マジでうまい。うん。
美味しいよね。しかもこの野菜たちがタダっていう。幸せ。ブリブリの生肉を食べたかったの。だってさ、私のさプロフィール知ってる？ウィキペディア。好きな食べ物の欄、生クリームとレバ刺し。このツートップ大好きだから、生クリームとレバ、まあ、生が好きってこと。ほえふ、はい、なんだ、ね、っていうかさ、普通にさ、おばちゃんの言ってた通りさ、肉足りねえの追加してんの今マジで。あのおばちゃん、あの合ってたね、うん、足りないよって言ってたよ。ごちそうさまです、タラさん。え、でもさ、こんだけ食ってさ、安いよ。韓国ってご飯あれだよね。ご飯安い。はい、じゃあみんなでホテルに帰りましょう。高級ホテルに帰りますよ。すごいです。すごい広いじゃん。おお、そうだろうね。どういうお部屋だろう。マウンテンビューって言ってたよ、ね、入り口めっちゃイルミネーションすごかった。めっちゃすごかった。ディズニーランドなのかな、ね、やばいやばい。わあ、すごい。わあ、ほら、あっち、イルミネーション。あ、イルミネーション。わあ、到着しました。よし、頼もう。うまい、うまいちょっと部屋着に着替えました。疲れたよ、レイちゃん。お疲れだね、本当に。ありがとう、ナスちゃんも。ありがとう、楽しかったね。これだけさ、何がさ出るかちょっと開封させて。ちょっと待って、これ何やばいでしょこれ。レイちゃんのポーチはマツケンサンバです。最高です。かわいい。なんだろう、なんだろう。何、お願い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 。誰誰え、すごい。かわいい。ねえ、激辛なんだが。え、超かわいい。あげないからね。かわいい。ゲロカワ。え、これ全部欲しい。やっぱ箱買いするべきだ。ほら言った。え、明日あったら買うやつ。しかもさ、重量結構あるの、ちゃんと。うん、あるある。え、これ玄関に置こう。ちょっと楽しいじゃん、韓国やっぱり。かわいい。もう一個買ってるやつがあるんだよね。これは何が出るかな？えい！あー！あー！マイメロ！でも可愛くない？これ。ほら見て。ほら見て。こっち系、こっち系。あ何度さ、殴られても起きてくるあのボクシングのやつじゃん。かわいい。ねえ、こういうのかわいいね。ちょっと明日買おうね。いっぱい集めよう。集めよう。箱がいい。はい。箱がいい。は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 い。ということで、もう私たちはこんなね、から元気なんですけども、すごく疲れて、もう多分今すぐに眠りたい気持ちなんですね。だから皆様ちょっとおやすみなさいを。え、寝るの？出た、またこの人。何時だと思ってんの？まだ9時前ですよ、ちょっと先生。怖い、この方、本当に怖い。クラブ行くよ。おかしい。もうパジャマでしょ、私たち。ということでですね、皆様、今日の動画を見てくださってありがとうございました。韓国女子3人旅、楽しもうね。ということで、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。そしてインスタグラムとツイッターもやってますので、そちらの方のフォローもよろしくお願いします。そしてグッドボタンもお願いします。はい、ということで皆さん、また次の動画でお会いしましょう。なんかリース先生とナスちゃんとレイちゃんでした。バイバイ。アンニョハセヨ。カムサムニダ。